はい、ということで令和5年12月12日渡辺哲也賞メンバーシップのお時間です。もう一個の問題でございます。菅案件、菅さんが残した大きなお荷物、ウポポイ問題です。はい、今週のウポポイということで、今話していたんですけれども、実はこれ、はい、アメリカともちょっとリンクをしていまして、はい、アメリカではですね、その先住民族のいた山に大統領の顔がわーって掘られているマウントラッシュマンを壊してしまいみたいなですね、行き過ぎた先住民族の権利というものが本当にどうなのかというようなことになっていたりですね、まあ、リンカーンの像が倒されたり、いろいろなことが行われていますけれども、それがおかしいという声がやっとアメリカで起こっている中で、日本はまだですね、先住民族かみたいなことで大変なところに突っ走っているのですが、その中で今杉田水脈衆議院議員が、まあ、先住民族アイヌを侮辱したみたいなことでですね、公金徴収ということを使ったと、言葉を、そんなものはないのにということで、まあ、叩かれてますけれども、今日はその公金徴収は普通にたくさんあるよという話をしたいと思います。これ去年のですね、イベントなんですけれども、このイベントが行われました。札幌イランカラプテ音楽祭ということで、2月4日に行われることになっておりました。裏はですね、こういうふうになっていて、参加者がアイヌのアキベデポ氏と、あとちょっと中国人、これ誰かわかんないですが、中国人の歌手と、あとトワエモアさん。まあね、この、まあ3つの3人が、歌うということで、これですね、まあ、その大きく報道されました。このようにですね、肌で札幌に行けますせと、それぞれの、次ですね、それぞれの、まあ、都市から帯広ですとか、あ、まあ、北見ですとか、函館だとか、あ、旭川だとか、5都市から40人、肌で札幌にバスに乗って一泊できますよと、ホテルも結構いいホテルですよということで、募集をかけました。こういうですね、そのツアーの内容で、まあこれはですね、ただですから、それみんな応募すると思いますけれども、この音楽祭、先ほど言ったように2月4日のポスターだったんですが、僕は2月4日に行こうと思って待ち構えていたらですね、いきなり3月11日に何の前触れもなく変更されました。その時点でですね、完全に怪しいぞと。で、もう一度裏の、まあ、パンフレットを見ると、やっぱ同じ出演者なので、これどういうことなんだろうなと思ってですね、張り込んでいろいろ証拠を取ってきましたので、まずですね、その時の動画をご覧ください。まあ、この動画なんですけれども、これが会場でですね、こういう、まあ、ポスターを貼って、まあ、そのアイヌのイランカラプテという音楽祭を見に行くということで、ただですね、これバスから降りてきた人なんですけど、めちゃくちゃ少なくないかと。これはトカチバスですけれども、1台、これだけしか乗ってないのと、全部ですね、バスの映像は撮ってあるんですけど、これは時間の関係上、今、トカチバスだけなんですけども、あれ、これだけしかいないのという数しかですね、まあ乗ってきていないと。20人を2台40人、一都市から来て、それが5箇所で200人集める。あ、そのツアーだけでっていう話が、これで終わった後はですね、これだけのしょぼしょぼのですね、一台のバスであれだけしか乗ってないというようなですね、そういうイベントでした。でですね、あまりに人が少ないので、僕ですね、ガイドさんに、その、まあ、ここのコンサートに来た人のようにですね、話しかけた、その話をちょっと聞いてほしいんですけれども、まあ、もうちょっとしたら出てきますので、あ、これがですね、ちょっとその前に、まあ、その北見から来たバス、これも、まあ、映してたんですけれども、これ、後からゆっくり流れるんですが、数を数えたらですね、まあ、ほぼほぼ20人は絶対いないと。13、4人ぐらいしかいないんじゃないのか、っていうような2台合わせてですね、それぐらいしか乗っていない、こんなものに、アイヌのお金を使っていいのか、ということで、まあ、問題にしたいというふうに思っているんですけれども、まあ、これがですね、2台目、本当に、ほぼほぼ、誰も乗っていない空のようなバスが、わざわざ北見からですね、このイベントに来たということなんですけれども、ここでインタビューしてるんで。
つまり、旭川から、これですね、僕が旭川のですね、バスガイドさんに聞いたんですけど、あまり人来てませんよね、という話をしたら、なんと12人ですよ、というふうにバスガイドさんがおっしゃって、12人の24人しか乗ってなかったんですか?と聞くとですね、いえいえいえ、5人と7人ですと。いうことで12人だという話でですね、1台のバスに5人と7人しか乗っていない、そんなイベントなんかあり得るのかということですけれども、これがですね、事業の最初の予算の申請書なんですけれども、このようになっておりまして、で、実際にはイランカラフテ札幌ツーリズムと、1800万円の、まあ、交付金を使うんだと。で、自分たちでは200万円を出しますよというようなことで、予算組はですね、このようになっています。バスが10台、1台55万円なので550万円かかりますと。あと200人宿泊するので、1万5000円ずつとして300万円かかりますと。で、音楽祭には850万円かかりますと。こういうですね、金額で、最終的には2000万円かかるというような予算立てでした。で、まあ報告書なんですけども、まあこのような報告書があって、まあこのような内容になっていて、まあ決算もこのような決算になっているということで、パッパッパッと見ていただきたいと思いますけれども、その中でですね、まず決算で見て驚くのが、広告宣伝費に220万円使ってるということなんですけれども、この当時にですね、イランカラプテ音楽祭ということで検索をかけても一件も引っかからないでですね、電話番号を入れたら何やらわけのわかんない、まあ、その暗号みたいなのが出てきて結局はですね、何の情報発信もしていないというのもわかりました。さらにちょっとこれご覧いただきたいんですけれども、これですね、参加の条件として SNS のフォロワーが100名以上で、ツアー中に SNS で情報発信することを応募の条件としますと言っていたのに、この方々から SNS の情報発信はほぼありませんでした。これ本当にびっくりしたんですけれども、このようにですね、まあ、あまりに適当な、イベントだったということでですよ、さっきですね、日にちを変えたということを先ほど言いましたけれども、この事業、前ですね、前。この事業の目的のところにですね、事業内容の目的というところに、札幌雪まつりへの誘客を支援すると書いてあるのに、なんで勝手に札幌雪まつりの日を違う日に変えたんだと。これ多分、ホテルがいっぱいで、もうこれは儲からないということで断ったかもしれませんけれども、いきなり、まあ、日にちを変えたということなのですけれども、まずですね、この情報発信に200万円以上使っているというのがおかしくてですね、さらに、このしょぼいコンサートにですね、1070万円使ってます。ちょっとこれが内容なんですけれども、トンコリムックリの演奏ですとか、アイヌ古式舞踊ですとか、アキベデポスペシャルライブ、あとは中国人のスペシャルライブと、ホワエモアのスペシャルライブと。ホワエモア。これでですね、1000万円以上使ってると。会場の中はどうなってるのか、こういう感じです。ほぼほぼ誰もいない。横はこうです。立派な会場だよね。そうです。で、ステージはこんな感じです。もうですね、寂しいというか、こんなイベントあるのかということで。白黒でこれ葬式ですか?お葬式に見えますよね。そんな感じだったんですけれども、さらにですね、ちょっとこれ見ていただきたいんですが、これが一番最初の2月4日の時期の、まあその音楽祭の、まあポスターとですね、まあ裏がこうなっているということと、実はですね、これと非常に似通ったポスターを発見しました。これですけれども、ほぼほぼ全く同じなんですが、実はですね、これが2021年に行われる札幌イランカラプテ音楽祭のポスターで、実はこのイランカラプテ音楽祭は中止になってます。なぜかというと、コロナの影響で中止になったんですけれども、この地球の祭りというですね、コンサートの裏を見ていただきたいんですが、
まあ、ほぼほぼ出演者も一緒で、アイヌ民族文化財団が出るか出ないかの違いだけなんですけども、これアップにするとですね、HTB、旭川支社と書いてあります。テレビ局の旭川支社がこれをやることになっていたんだけれども、中止になってしまったという事実があってですね、で、去年、まあ、その、これをやった、事業主体はどこか、これが、まあ、その、コンソーシアムの構成表なんですけれども、このですね、まあ、一番上にあるのが、北海道伝統文化振興会というところが、何の実績もないんですが、ここが受けています。ここのですね、実は代表が、HTB 本社の社員ででして、しかもこの住所をですね、調べると、こういうところに会社がありました。これなんですけども、このアパートにあってですね、で、まあその会社の方も訪問しました。こういう感じのですね、郵便受けがあって、で、階段を上がっていくと、もう一体上がっていくと、ここがその、まあ、会だったんですけども、うんともすんとも、住んでいる気配がないというですね、これはおかしいだろうと思って調べると、後からですね、違う会社の社内にですね、これが移動したということで、その会社がどういう仕事をしているのかを見るとですね、ほぼほぼ HTB の下請けで番組制作を行っているという会社がですね、コンソーシアムを組んで、この2000万円の事業をやっていたということでですね、これマスミが同じ名目で同じ団体名ではできないので、勝手に北海道伝統文化なんとかみたいなものを作ってですよ。そこで受注をしてるんだけども、実は HTB だったとしたらですね、これとんでもないことだなと。現役の社員なので、こんなこと許されるのかなというふうに思いますし、さらにですね、もう一度会場の雰囲気を見ていただきたいんですけれども、このようにですね、ガラガラでですね、コンサートの前のこの寂しさは何なんだという思いがあり、さらにバスもですね、全部撮影しましたけれども、ほぼほぼですね、誰も乗っていないようなバスがですね、次々と着くんですけれども、もう一度ですね、この先ほどの計画、これはですね、55万円のバスが10台来るんだと。200人が1万5000円のホテルに泊まるんだと。いうことのはずなのにですよ。決算では、ツアー運営というまとめてですね、800万円を支払っているみたいな話になってですね、おい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 、旭川から12人しか来ていないのに、そんなに金払うわけないだろうと、そもそもバス1台で済んだんじゃないだろうか、ということで、旭川の先ほどのバスのガイドさんが5人と7人と言っていたので、旭川の2号車の写真を撮ることができました。これなんですけれども、アップをするとですね、確かに7人しか乗ってません。つまり、5人と7人っていう人数は本当で、その5人と7人しか乗ってきていない旭川と、他のところも20人も乗ってきていなかったような事業に、2000万円の価値はあるのか、さらに報告書を見るとですね、旭川から来たのは24名でしたと、改ざんをしてると、ほぼ倍にしてるということですね。この改ざんも HTB としてどのように考えているのかと、こんな嘘800の報告書を出しているということも大問題だというふうに思いますし、これですね、ただやりさえすれば2000万円入ると。あとはコンサートだけでも1000万円あんなものに使えると。広告宣伝やったんだと。映像も作ったんだと。いろいろな舞台の設備もやったんだみたいなことですね。ほぼほぼマスコミの関係会社にお金がドーンって降りると。あとは出演者にお金が支払われてという、そういう事業だったとしたらですよ。これはアイヌを利用した公金徴収であり、さらに事業を、その、まあ、粉飾決済じゃないですけど、来た人数さえもごまかして、とんでもない事業にしたと。で、さらに、元々の日にちだったのを、日にちを変えたことによって、案内も出さないで結局、参加できる人がこれだけ減ってしまったとしたらですね、
事業としても成り立っていないということで、まあ、最後にですね、私がその現場に行って取材をしたというですね、証拠写真を出してですね、こんなことがまかり通ってるんだと、おかしいと思う事業はいっぱいあってですね、調べてますけれども、これ一つとってもですね、アイヌ利権というものはマスコミ利権になっていて、さらにやりたい放題、好き放題、アイヌといえば、何でもおかしい授業ができるという実態をお分かりいただけたかと思いますが、いかがでしょうか。いや、だから24人という計算が多分1万5000円というホテル一泊の宿泊代かける24で計算されているとすれば、これはもう明らかな詐欺ですよ。うん、だって12人しかいないのに24人分の多分1万5000円かけてると思いますよ、これ中身。うん、ですよね、うん。うん。そしたらこれ詐欺ですよ、明らかな。ですよね。うん。にもなるし、そもそも中国人ってアイヌなの？全然関係ないです。それ、トワイモアさんも関係ないですけど、うん、何やら、その二人が特別ゲストとして出演してですね、もう最初に僕びっくりしましたもん。これからコンサートですって言ったら、中国人が出てきて歌い始めて、これ何が起こってるんだろうというような感じの、会場の雰囲気も、ほぼほぼ誰もいない中でも変な雰囲気になったので。いやいや、だって札幌。何をやってんだって感じです。札幌とも縁もゆかりもないわけでしょ？ないですよね。なんで中国人呼ばなきゃいけないの？わかりません。でもこの方、実はですね、このイランカラプテ音楽祭っていうのは、これがパッケージになっていて、いろんな全国でやってるんですよ、これ。で、全く同じメンバーでやってるので。なん、それ、単なる巡業じゃん。そうです。巡業なんです。税金の。うん。イランカラプテ音楽祭多分年間に5、6回やってますよ。これ、ね、とんでもない話だよ、これ。うん。だって、掛け算するとさ、そのギャラがど、いくらどのぐらい発生してるかわからないけれども、うん、自己負担200万つってるけれども、200万払ったところで、ギャランティーが1000万とか500万とか生じてるなら、12分に元取れるじゃん、そんなの。うん。絶対元取れますよ。うん。だけど、それ、これ自身がさ、その、本来なんでイランカラプテ音楽祭に金出さなきゃいけないのか、アイヌと関係ないじゃん、こんなもの。そもそも。アイヌがいるから、入るんですよ。いや、おかしいっていうのは、それが。いや、おかしいんです。いや、おかしいのよ。少なくともフェンダーのトンコリぐらい見せてくれなきゃ。はははは。ちょっとおかしくなっちゃう。三種の神器。でも、今はね、札幌オリンピックの時のね。そうそう、それでテーマ曲を歌っただけの話でしょ、だって。そうです。それ何十年前よ。50年前。50年前。うん、まだご存命なの？だから、ね、だっていたんだ。ご存命です。うん。言霊とかじゃなくて？うん、言霊とかじゃなくて、ただ、多分、この仕事しかないと思います。うん、はい。ということで、まあ、とんでもないアイヌ利権、公金チューチューがまた新たに発覚したということでございますけど、これでも本当にね、小野寺さん、北海道のね、議会戻ってね、追及してもらわなきゃ、これ。これ、実は札幌なので、国のお金が全部なんですけど、札幌経由してるので、札幌市議会でちょっと質問してもらえるようになりそうです。はい。じゃあ札幌市議会でぜひこれはですね、はい。ジャーナリズムが飛びつかないのおかしいよ、これ。うん。だってこれ、HTB だからじゃないですか。うん、監査請求案件ですよ。ということで、うん、今週も渡辺哲也賞をご覧いただきましてありがとうございました。スタジオからは本日、今年は最後となります。ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございました。渡辺哲也賞、いかがだったでしょうか。ここで皆様へのお願いです。私はメールマガジン渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっております。ご興味のある方はこちらの QR コードか渡辺哲也メルマガで検索ください。よろしくお願い申し上げます。